はい、それではこれから、堆肥化した水草を使ってこのように剥げた芝生の再生をする処理の紹介をします。まず堆肥化した水草です。大体1年ぐらい、寝かした状態の水草ですが、これを均一に剥げた部分に巻いていきます。はい、堆肥化した水草を剥げた芝生の部分に散布した状態です。こんな感じですね。では次の工程に入ります。先日刈り取った芝生でできた余った草をこの上にかぶせていきます。はい、刈り取った芝の粉を振りかけて出来上がりです。このまま雨が降ってくれれば、いいんですけれども、風が強くて全部めくり上がったりしたら、少し心配なので、長靴で少し押し固めたりとかしておけばいいかと思います。あとそれから今回は、砂利の入っていない、堆肥を使いましたけれども、砂利が混入しているような場合が結構あります。そのような場合は、ふるいにかけて砂利を一旦取り除いてから、作業をした方がいいです。その作業手順は今回は含まれていません。はい、以上です。このまま緑が増えてくれればいいと思っています。